どうもこんにちは、なっちでございます。本日は1月の16ですね。6が8に見えてしまいました。16日日曜日、今日はね、玉ざらしのコミュデーが行われておりますが、ゲノセクトがね、昨日から登場してるわけですよ。あれ去年だったっけ、今年だったっけ、メガ雪のソロで討伐したんですけど、まあそれの続編というか、やること同じなんですけどね。ゲノセクトもソロで挑戦してみたいと思います。玉ざらし映るんだよ、可愛くない？主張が激しい。なんか全裸に見えるんだよね、このリースついてない玉ざらし。今日は君じゃないんです。まずはリザードンくん、メガ進化ですよ。今回もこいつがキーです。技はすでに確認済みです。シザークロスだったんで、今回も、このパーティーで挑みたいと思います。新しくね、ヒードランが加わりました。虫に二重耐性があるんで、普通に使えるんじゃねえかってことで編成しましたが、果たしてどうなるか。まあでも今回は多分ね、回避しなくていいんで、てかシザークロスなんて一時回避してたらやばいんで、もう回避せずに連打です。連打ゲーです。火力が足りてれば勝てるし、足りんかったら負けるっていう、すごいシンプルな構図になってるかと思います。多分全滅の心配もないですね。で、このシリーズなんで顔出しね、ポケモン GO 動画って基本的に顔出ししてるんですけど、顔出しじゃないかっていうと、確実性がないからですね。もし勝てなくて、負けた時にカメラセッティングした、その、労力。カロリーがね、悲しいんで、まぁ、ちょっとわかんねえからさ、動画になるか。ボツになる可能性も結構高い動画だから、まあ横にね、編成画面とか出してやってますけど。まあでもこの先はファイヤーとか来ないとできないでしょうね、ソロ討伐シリーズね。ファイヤーがメガプテラも出たし、いけるかなってぐらいかな。ファイヤーはちょっと全滅がやばそうだよね。ラムパルドっていう強いキャラがいるんですけど、岩には。彼、耐久がそんなないんで、全滅っていう心配がね、今度は出てくる。なぜか全滅すると敵の体力回復するんですよ、このゲーム。何なんですか、モンハンのなんか寝床に帰って寝るみたいなシステムでもあるんですかね。殴ってない間はレイドボスが回復してしまいますっていう。使用だったら許す。バグだったら許さん。さあ行きましょう。カラパーティーね。前回もお伝えした。さあ始まりました。もちろん天候は晴れでございます。で、ゲノセクトの技がシザクロとマグネットボムと電磁砲があるんですけど、電磁砲はレシラムはまだしも、リザードンが終わるんで、電磁砲はないですね。マグネットボムでもまあ、勝てなくはないと思います。電磁砲はちょっと、リザードン的に厳しいんじゃないかなって思いますけど。あとはシャドウファイヤーとかね、結構使う方がいるみたいですけど、シャドウファイヤーもきついもんね。あ、コミュデー中なんでね、ちょっとすいませんね、ポケストップの通知とか来るんで。よろしくお願いします。今のは避けた方が良かったか？ちょっともったいなかったね。ただ、リザードン軍がやってくれるはずです。てか、なんか HP のゲージがさ、見えてないんだけど、右端が。大丈夫なんすか？ナイアンティックさん。ヒードランもそうだったけどさ、でかすぎてさ。なんかもうちょっとね、右上に HP バー出すとかね、できないんすかね。今どれぐらい割合的に減ってるかわかんねえんだよ、これ。右がどんぐらいさ、この見切れてる部分、どんぐらいあるかがわかんないからさ。でもまあ、だいぶリザードンが頑張ってるのは確かですね、これ。目に見えて減るもんね。ただ、奴のシザークロスの頻度も上がってきた。彼も本気だ。電磁砲じゃなくてな、破壊光線とかだったらな、まだ避けるって手もあるんですけど。で、このシザークロス連打されるの普通にきついですね。さあ、ここでリザードン落ちました。で、でもそろそろ半分だよね、これ。わかんねえな、見切れてんだって。ここで黄色になったら、熱い。いいね。20秒ぐらい余裕があるかな、今んとこ。20秒もねえか。いや、あるよね。ただ、リザードンがいない分ね、どれぐらい火力ここから変わってくるかっていう。もう一オーバーヒート打ちたいよ。さすがにもう一はいけるかな。
もう2が厳しいんだよね、きっとね。もう1打ってもう退場してもらっていいんだよね。もう1丁シザークロス来ない。来ないか。この炎の牙を捨てる時間がちょっともったいなく思ってしまいます。オッケー。さあ、来ました。鉄壁です。虫に対して鉄壁の、まあ、こいつも虫食いとかするね。ゴキブロスとか言われてますけど、そう、ポケモン GO って基本的に技が、まあ、そのノーマルアタックってやつに2つ。で、最近だとスペシャルアタック4つとか持ってるキャラクターが多いんですけど、ヒードランの場合、ノーマルアタックに鋼なくて、なんと炎の渦と虫食いです。虫食いって、もう運営が認めとるやろ。こいつのこと。アリ呼ばわりね。G 呼ばわり。認めちゃってますよ。だから鋼光線できないんですよ、こいつ。炎の渦火炎放射で炎でやるか、もう虫を食うか。虫が食うか。多分虫が食うの方だよね、虫食いって。まあでもね、こんな彼もね、強化してやれば、この耐久力、素晴らしい。火炎放射でゲージも何回も打てます。しかも彼はマグマストームという専用技をまだ控えてるんで、今後さらに強化ね、される可能性がありますね。さあ、あとはレシナム君押しちゃって。いけるっしょこれ。さすがに。結構ね、雪の王は動画こそ一発で成功したんですけど、動画前はね、試行錯誤してたんですよ。クリアした方の動画見たり、いろいろ研究はしていたんですけど、ゲノセクトの場合も、雪の王いけたからいけるやろっていう、ノリでいけそうだけど、まあ、ギリっちゃギリだな。これでいけましたね。ギリっちゃギリ。ギリっちゃギリです。ちなみにゲノセクトは色違い今回出ないんで、気をつけてくださいね。一応実装はされてるんですけど、今回後ろのカセットが違うっていう理由で実装されてないんで。カセットなしのゲノセクトは色がいるんですけど、稲妻カセットとかアクアカセットを装着しちゃうと色が実装されてないっていうね。でもこれカセット別にまた色違いとか実装してきたらだるいよね。一応別個体判定なんですよね、このゲーム内だと。結局フォルムチェンジができるのはトリミアンとフーパだけっていうワンショッツ。お疲れ様でした。 XL4 ありがとうございます。ゲノ君はね、まだ一体いるんすよ、これ。一体さ、まださ、XL 強化できてないやついるんすよ。あと230ぐらいかな。集めないといけません、また。大変です。やることがあっていいんですけどね。てな感じでゲノセクトは成功に終わりました。次回はレジアイスなんで、レジアイスは絶対無理なんで。絶対無理なんだよ。またソロで勝てそうな。伝説もしくは名画が来た時にはこのシリーズ復活させたいと思います。はい、ということで以上ナッチでございました。バイバイ。